はい、こんにちは、ずんぞうです。今回ですね、こちら雲操作負荷回復使ってこうで、めちゃくちゃね、もったいないことをしてるんだよね。あんまり使わないサーバントライバーライト、ごめんなさい、サーバントライダーにつけてるし、虹メダル2枚必要この動画出すためだけにこれもつけてきた。でソウル&マーに行くんだけど、これのダンジョンになんかヘルだったかな、ヘルが操作とかしてくるんでね、そこで解除していこうのコーナーですね。よし、やっていくか。どんなエフェクトなんだろう、どういうエフェクトなんでしょう、ちょっと楽しみで。ここは闇吸収と光吸収、ちょっともう突破していこうか。うおー、来たいやー、弾くなお前、弾くなこれは、いやー、マジか。ちょっともう一回行きます。さあ来たよ、アメリカがログアウトしました。で来ますよね。いや、どんなエフェクトなんだろう。いや、これ渋ったな。回復のなんかあれ持ってきてよかったわ、回復作るやつ。あ、イデアル作れる？作れないね。 OK、 ここ突破しまして、で左から2番目のところ、上の盤面あるじゃん、ここでやってこうぜ。ちょっと遅延かきます。状況は私が作ります。 OK、 でこれでこれいきますよ、いくよみんな。おーおーおー、なんかよくわからんかったけどなんかよくわからんかったけど、ん、今5ターン回復したんか、5ターン分だっけ、ごめんなさい、そこ曖昧だったわ。まあまあいいエフェクトかなって思ってます。でこれ使ったんですけど、まあ、正直ねめちゃくちゃ使いづらいねめっちゃ使いづらいと思うわ。なんていうの、組みにくいじゃん普通に。操作負荷食らってんのに回復を縦一列組むっていうさ、若干の矛盾があるんで、これはむずい、この潜在はマジでむずいと思う。まあまあそうね、まあ結構批判してる方がいると思うんですけど、まあガンホーさんもしゃあないと思ってます、これは。いや、俺別にガンホーの社員じゃないんだけど、ちょっとこれはね難しいね、ちょっと使い方が難しいなって思いました。よし、もしよければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。